ゆきたまさしと大輔のゆきすけ、はい、YUM チャンネルバイ YouTube でお送りしております。見て変わりましたでしょ。変わった ね、ほらいい感じにカラーになってさ、ね、まあ、前もカラーだったけど、前もカラーだよ。なんかよりあれだよね、その番組っぽくなったよね。そのちゃんと浴衣着てさ、うん、前回はさ宣材写真、宣材写真でさ、うん、こうなんか分割されてアニメみたいな、なんかね、コマみたいな、カットインみたいな、そうそうそう、そんな感じになってカットイン、そうかっこいいけどね。そうあで、うん、ね、あの戻ってきました番組。戻ってきましたね。はい、ええというのはですね、まあまずこれを初めてご覧になる方もいるでしょうから、その人向けにね、ダイジェストにかいつまんでね、ちょっとお話しすると、今年の8月19日にですね、はい、高円寺のアット竜宮というところでですね、ゆきすけの公開収録イベントやったんですよ。やっていましたね。来ていただいた方ありがとうございます。ありがとうございました。そこで、まあ普通にね、僕らだけのゆっくりほっこりの番組をやってもいいなとは思ったんですが、うん、まあね、せっかくだったらゲストを呼んじゃいましょうってことで、聖地ポーカーズさんのね、ほとしましずまさんと、あとほどしましずまさんと、だよね。今言えてなかったもんね。そう、大丈夫かなって一瞬思ったわ。ほどしましずまさんと、濁点が抜けたんです、申し訳ありません。可愛くなっちゃった。まあ、それ怒られちゃうかもしれませんが、多分きっと許してくださいます。あと、はい、早川たけしさんのね、はい、お二人に、お越しいただいて、楽しいイベントでワイワイやっておりまして、はい、そこで、まあ普通にね、トークするだけでもよかったんですが、はい、それでもやっぱりもっとパンチ効いたものやりてえなってことで、そうだよね。ゲームやったんだよね。やりましたね。で、そこで、3回戦のいろいろ勝負して、違う、まあ異なったゲームをやって、で、負けたら、僕らが負けたら、番組取られちゃいますよっていう話が急遽あって、そう、真剣勝負っていう感じでね。そう、したら、負けたんすよ。そうなんですよ。負けちゃって、番組取られちゃったんですよね。取られちゃったんです、聖地フォーカスさんの2人に。で、まあ、このままじゃ、なんとか しなきゃなりませんということで、翌月のね、翌月のね、9月24日かな、そうだね、に今度四ツ谷4丁目のアニマというね、ライブ会場さんでね、奪還戦やったんですよ。そうね、心よくね受け入れていただいてね、そう番組取られたっていうことは、聖地ポーカーズさんの2人に、このゆきすけの番組をね全て主導権握られてしまって、それを取り返さないと僕らこの番組をやれてないわけです。そうだね。で、そうだね、やばいやばいと言いながら、まあオラオラって感じで来ていただいたところで撮られたんだけど、今度取り返しに言うわけですから、よろしくお願いしますみたいな感じでこっそり言ったんですわ。したら、ね、温かく迎え入れていただいて、でちゃんともう一回正々堂々と、真剣勝負で、忖度なしで、試合をしてですね、なんとか取り返したという。そうね、取り返したー。嬉しいね。嬉しいかい。本当に嬉しいよ。取り返したって一人やってるのに。嬉しいね。ごめん、これが僕の性格というか、なんというか、嬉しいね。そう、なんかね、こういけないタイプというか、そういうところがですね、随所に見られる公開収録の様子がですね、そうですね、IUM チャンネルのですね、チャンネルのない中でですね、なんていうの、見られますからね。そう、すごい大ボリュームがね、僕らの番組は30分じゃないですか、基本的にね、1時間以上の番組になっておりますよ。いやー、とんでもないね、長い番組ですよ。そう、まあイベントの様子をね全てお伝えできればよかったなと思うんですが、一部ちょっとね省略させていただいてはいるんですが、それでも1時間ということはどうしてかというと、切るところがなかったらしいんですな。そうなんですよね。面白かったんだって。そうなんかね、切りどころがないの。なんかここつまんねえなっていうところをむしろ探そうって頑張ったの。僕編集したんですけど、全然なくて、切れない、これもうこのまま行こうっていう感じで、ほぼほぼ、まあさすがにノーカットとはいかないけど、多分ね9割5分ぐらいもうそのまま使ってる。そのまんまだったよね。僕も公開されたものをちゃんと改めて見たんですけども、ほぼ切られてないですね。全然だよ。本当にここはちょっと間延びしたなってとこバツンと切られてるなって思っただけで、そうだね、それ以外は。したらさ、ね、僕は普通にね、普通にちゃんと今まで通り、こういうゆきすけの通りにね、いたのに、大輔くんがあれやこれやとね、粗相するもんですから。粗相なんてしてないよ。何したっけ。いや、フォローが大変だったななんて思いながらね。
いやまあまあまあね、普段からね、うん、いろいろフォローしていただいてね、ありがたいと思っておりますよ。そんなそうやって言われちゃうとさ、本当に悪者みたいになるからさ、ある程度は言い返してもらわないと。ごめんね。うん、そう、あの空気を読んだ発言がね、あんまりできん。うん、だから、はい、ね、あの、うんうん、ほら、あんまそうそうばっかしてるからさ、僕らがさ、うん、そういうこと？見てこれ。そういうこと？今までさ、見ていただいた方、過去を遡ってください。あの、ここのお菓子、日に日に減ってってます。なんでかっていうと、番組中に全部食べられないからということなんですけど。そうなんだよね。ね、これまでの動画でもさ、結構、なんかお菓子いっぱいあるね、うん、なんか番組内で食べきろうっていうふうによく言うんだけど、うん、一回も食べきれてないから。食べきれないんだよね。もういいじゃんっていう。もうこれでいいじゃんっていう。これ。ドン。お便りやりますか。なんかさ、とにかく拾ってくれないから、うん、ごめんね、うん、まあ、とにかくイベントのね、あの動画アップされてますから、あの、うん、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いいたします、うん、ね、まあ、とりあえずちょっと一口食べよう、ね、おお、どう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 、しけてる、しけてる。マジか、なんでこれ言うんだ。あ、ただ君だよ。うまーん。うん、頑張るね。一気にいきますわ。体張るね。口バサバサです。あ、だろうね。ほんとね、うん、食レポなんか言う、食レポしようか。うん、うん、じゃあ、美味しい。もうちょっとさ、どんな味とかさね、なんかプラスのこと言おう。口がパサパサする以外で、うん、口パサパサするのやするんですけど、あのこういうせんべいってやっぱりエビですよね。うん、エビなんですよ。ここは、うん、エビせん、エビせん、うん、もうね、出てこないからお便り行きたいんですよ。うん、あ、分かった、もうそうしよう。こんな番組ですよ、いつもね、ね、癒し系ほっこり声優トーク番組です。お便り行きましょう。コーナー行きましょう。はい、ね、2ヶ月ぶりだからね、この収録ね。ちょっとノリが分かんなくなってる。そう、ノリがね、分かんなくなってる。じゃんじゃんじゃん、読みます。はい、お願いします。お便りいつもありがとうございます。どうなったかな、どうなったでしょう。さあ、いきます。はい、ニックネーム黒ゆりさんです。いつもありがとうございます。もう恒例でございますね。あのね、本当イベントにも来ていただいたりね、あのこうやって毎回毎回番組やるごとにいただいている方でございます、うん、ありがとうございます。読ませていただきます。はい、ゆきたさん、おうすけさん、こんにちは。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 うん。そして、おかえりなさい。ただいまただいま帰ってきたよ。帰ってきたね。3ヶ月ぶりですね。そうですね。うん、そうですね。いやー、もうウキウキしてますよ。ね、もう最初見てもらえばわかりますよね。うんうん、で、8月に行われた、栄えある、ゆきすけ初イベントでは、うん、残念ながら、聖地ポーカーズさんに敗北したものの、うん、9月のイベントでは、完璧に逆転勝利を収め、うん、2人は、番組を取り戻されましたね。そうですね。そうなんです。ありがとうございます。ま、ね、チェックしていただいてるということですよ。そうですよね。見ていただいてありがとうございます、うん、とってもとっても嬉しいです。本当ですよ、僕も嬉しいです、うん、こうやって見ていただいてることに関しても感謝しておりますし嬉しいです。続きいきます。正直、早川たけしさんと小戸島静馬さんの早妻も一回見てみたかった気はしますが、やはりゆきすけのお二人が楽しくお話しされている空間が一番安心しますし大好きです。そうか、ありがたいね。もう本当にずるいよ、嬉しいよ、ありがとう。よし、続けよ。はい。なんの。こんなキャラだっけな、おすけくん。はい、2回行われたイベントは内容が濃く、噛んだ、いろんな企画があってとっても楽しかったですし、めちゃくちゃ笑いました。ん？なんか外から天の声が聞こえましたね。男の人だったかな。うん、まあ行こう行こう、続け続け続け、喋っちゃダメですって。ちょちょ、あれ、なになに、あれ、ごめんなさい、あれ、なんだろう、ちょっと気をつけてください本当に。かしこまり。続けよ、続けて続けて。おお、なんだろう、これ、拾っていいのかわかんないのか、ちょっとわかんない会話してるけど、うん、いきます、okay。 どこまで読んだかわかんなくなっちゃう、ね、あ、ここだ。ここかな。ボブもとても満足でした。
うん、ボブね、ボブ、ボブ辞典楽しかったですね。うん、そうね、ボードゲームね、やったんだよね、うん、イベントで、あれ楽しかった、ボブ辞典っていう、後でゆっくり話しましょう、また、うん、そうだね、うん、とりあえず行きます、うん、見ていてとても楽しい上、4人の朗らかな様子にはすっかり癒され、うんうんうん、本当に素敵で最強な方たちだなと再認識しましたよ、うん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 、ですって。そうね、本当、うん、ね、なんか早川さんとね、今年は静馬さんのお二人と一緒にやったけどさ、うん、なんか不思議とね、初めてやったとは思えないくらいこう噛み合ったというか、うん、波長がね、うんうんうん、合いましたね、ね、あの大先輩たちに波長が合いましたねって僕の立場で言うのもどうかと思いますがそうそう、だからね、逆に朗らかな様子になったのが本当奇跡的というか、マイナスとマイナスはプラスというか、プラスのプラスはドプラスだからね、もう本当にね、まあいいや、もう続きいきます、はい、うまいこと言ったつもりかさて次、腹立つわ、なんかさて、とりあえず今は落ち着いたと思いますし全然落ち着いてないここ今月からまたお二人のまったりトークを繰り広げていただけたら嬉しいです。はい、もちろんです。ありがとうございます。これからも楽しみにしていますし応援しています、うん、ではではということです。はい、お手紙ありがとうございました。ありがとうございました。黒百合さん、いつもありがとうございます。またいつものね、番組に戻ってまいりました。そうですね、まったりやっていきたいなと思ってますんで、はい、あの黒百合さんはじめ皆さんもまた、うん、ゆっくりあの、うん、ポテチをかじりながらですね見ていただけると嬉しいです。見る、はい、ありがとう。もうこれいいのかな、突っ込んで。いいんじゃない。吸って喋っちゃダメなんだって。静かにしててください。かしこまり。どうしようかな、これもう。どういうキャラなんだろうね、うん、ちょっと気になるけど、天の声さん。そうね、ね、天の声さんといえばね、今でもね、やっぱりちょっと思い出すよね、うん、あの初めて天の声が出てきた時のこと、あれは衝撃でしたね。衝撃だったよね、そのゆきすけのね、あの30歳イベント、うん、1回目のそれ、そう、それをやる前に放送したやつで、そう、急にね、今回はなんとかなんですよみたいな、もう内容忘れちゃったんだけどまあこんな感じの鼻に詰まったような声の天の声さん、そう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 、急に来たよね、うん、ね、なんか番組収録終わったと思ったら続きがあってみたいなね、うん、そうで今回は男性かなの声で、うん、なんかちょっとゴブリンみたいな声のあの天の声さんがね、はい、いらっしゃってますが後ほど紹介いたしますが、もう一人でボリボリ食ってんな、今日なくなるね、したらまたあれですよ、うん、来週ちょっと山盛りになってきます、うんうんうん、きっとね、俺も食べようかね、うん、一回休もう、そう、花火、うん、花火のねデザインが書かれてるんですよ、うん、なんかマイク入ってるか分かんないんですけど、外側からすっごいボリ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 聞こえててね、ごめんね、今花火の話してたのにね、なんか右に左にちょっとツッコミどころがありすぎて悩んだよ、どっち話そうか、ね、フリーダムだから、まあしょうがない、すごい美味しいですよね、すごい美味しい、美味しいですよね、うん、かしこまり、うん、かしこまり、そういうか、かしこまりっていうのがね、多分、うんうん、今の流行りなんだ、流行りなんだ、うん、マイブームなんでしょうね、うん、うん、あーちょっと美味しいわ、それでちょっとね、うん、じゃあまああのお便りもご紹介させていただきましたし、うんうん、おせんべいも食べましたし、うん、残り1個になっちゃったからさ、うん、これもう番組も佳境に迎えてきちゃったってことじゃないですか、そうですかね、番組自体の活況じゃねえけどまあね、うん、あのとりあえず今回、うん、です、うん、お知らせを先にしたいです、うんうん、だね、まだまだね、お知らせ終わった後に多分なんかやるんだろうけど、とりあえず一回やっちゃおう、うんうん、うん、では僕の、うん、いきます、じゃん、はい、こちらですね、あ、入れてるじゃあ、もう何やってんだい、しっかりしてごめんなさい、え、なんで消えてんの大事なキーワードが消えてるじゃんか、だ、誰か踏んだ、誰だい、大塚くんだろう、僕はそっちにもうありがとうございます、すいません、これだからユキタは違うんだよ、この番組では普通なんだよ、僕はイベントはね、ちょっとあれ、いろいろありましたがだいぶやばいようるせえ、だいぶやばいよって言われちゃっただいぶやばいやばいよいいじゃん、多数決でだいぶやばいということで、さあ、気を取り直します、はい、告知多分出るよって書いてありますが、ええ、2018年12月30日の日曜日、もうちょっと笑いが止まんないよ、はい、コーヒー飲んだらコミックマーケット95 95コミックマーケット今飲むのかよ飲めって言ったから、はい、全然告知にならない、はい、コミックマーケット95、はい、
年末ですね。年末です、うん、イベントで言うと2日目になりますが、はい、また参加いたします。当選しました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、調子乗って新譜出します。多分出すよ。多分 ね、 ね。ブースは東地区の2-10-B でございます。サークル名としてはインディーズアーティスト名義の GI ホログラムで、はい、ご参加いたしますが、ご参加いたしますがって自分で言うの。そうだ、5をつけたよ。うん、参加します。うん、はい、それそれで、うん、氷の騎士のディストピア、はい、もうおなじみ僕のこの GI ホログラム名義で出している音楽作品ですが、うん、こちら今度今まではユーロビートとファンタジーを混ぜたオリジナルユーロファンタジーインストルメンタルとして出してたんですが、今回はニューエイジとして、うん、生まれ変わってニューエイジファンタジーとして物語を紡ぎます。お、はい、なのでちょっとより壮大な感じの曲になっていると思いますので、こちらも良ければぜひぜひ、今絶賛制作中でおりますので、うん、よろしくお願いします。買いに来てね、うん。ニューエイジとかユーロビートとか、うん、実は僕ゆきたさんのこの作品で初めて聞いたキーワードだったんだよね。ユーロビートとかテクノっていうのはさ、うん、結構似てたりするし、うんうんうん、なんかこうある程度もう BPM っていうのがあってね、 120BPM、 いや標準の BPM があって、うん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 、それよりもちょっと速いテンポとかでなんかズタ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 なんかテンポでなんかいろいろそのジャンルが変わるって感じ。うん、厳密には違うんだけど。あ、違うのか。あとよりあの、うん、機械チックな感じが、うんうん、ユーロビートかな、あのシンセとか、あそうシンセドラムとかなんだろう、本当にあの、うん、なんだろう、機械、本当に、うん、生楽器を使わないで、うんうん、打ち込みで主に作られるものですね、うん、ニューエイジっていうのはもうやっぱ自然の音とか、環境音とか、 あとヒーリングですね、うん、あるよね、なんかそういうヒーリングの CD、 なんか自然の音だ、なんか鳥の鳴き声だね、そういうのをまとめた CD、 そうで、あったね、そんなの、うんうんうん、なんか眠りにつけたりとか、うん、基本的に同じフレーズメロディーが繰り返されてて、うん、どんどん盛り上がってったり静かになったりっていうのがニューエイジ、ね、はいはい、へー、そうなんだ。まあ詳しく語るともっと長くなっちゃうんで、まあ そうだね、そろそろこんな感じで出しますので、うんうん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大輔くん、うん、告知しようか、うん、あ、そうだね、あのゆきたさんの作品が出るっていうことは、うん、もちろん僕もイラストを描かせてくれるのかな。もちろんでございます、はい、うん、じゃ あ、 それはそれで僕の告知でもあるということで、また別の告知です。はい、うん、こちらです。こちらはですね、最初はあの PC であのプレイできるゲームだったんですけれど、うん、そのまた後日iPhone アプリでもプレイできるようになったよという告知が出ていたので、うん、あのこのタイミングで告知をさせていただきたいと思います、はい、僕が声優を務めさせていただきました作品です、うんうん、こちらタイトル、気になるあの子は声優さんを目指しています。うん、はい、あのノベルゲームですね、うん、そうボイスもちゃんと入っている恋愛ノベルということで、おめでとう。で僕はねこんなキャラクターをやらせていただきました、うん、はい、おはっけー、島たけるさん、島たけるくん、はい、イケメンですね。イケメンだね。イケメンですね。イケメン、そうそう、うん、でね、なんかねちょっとこの作品を作られた方のこだわりというか、うん、あの CV を務めた、まあ、僕とかね、うん、となんか誕生日を一緒にしようみたいな風になんか言ってくれてみたい。嬉しいね。そうそう、だから僕の誕生日7月31日っていう、ほんとだ、大輔さんの誕生日は7月31日でございます、うん、ちなみにね、うん、この辺血液型もです。あ、本当だ。花つまりさんもいる、うんうん、でねこれに関しては全くそのな多分情報とか投げてないはずなんですけど、うん、好きなもの犬、苦手なもの高所っていうところがね実は一致してるんだよね、うん、僕結構高所苦手 で、うん、好きなものもね、あの犬飼ってるし、うん、犬だから、いやなんかこうここまでちょっと近いとね、なんか親近感が湧くというか、そこは相談してないんだもんね。してないけど、うん、そういうキャラクターでたまたま合致したんだ。そう誕生日を送ったのは知ってたんだけどね、うんうん、両所にちょっとびっくりしちゃった。まあただね、あの公式さんも言っていたんだけど、うん、あのその島さんだけ絵柄がちょっと違うっていう風にね。あ、そうなの？言っていた。そう、あの他のキャラクターは割とこうちょっとなんか丸くて可愛らしい感じのキャラなのに、なぜか僕のキャラクターだけなんかちょっとなんて言ったらいいんだろう、ヤング雑誌系に出てくるなんかキャラクターみたいな。まあ確かにヤングマ、うんうんうん、いやだからあの分けたかったんでしょうね、やっぱりその超イケメン枠だから。なるほど。そう、格が違うんだぜこのキャラはっていう、じゃあいい役もらったじゃんね。ほんとね、びっくりしちゃったね、こんなイケメン
僕もやるんだね。俺の知らないところで。そう、ま、とにかくね、こういうゲームがありますので、iPhone でプレイもできます。パソコンでプレイもできます。情報は、公式 Twitter ございますので、うん、こちら、どう調べたらいいかな。一応あのアットマークそのアカウント名は、うん、アドバンシングゲームスっていう、まあ、名前になっております。うん、まあ、とにかくね、このタイトルで調べればわかります。気になるあの子は声優さんを目指しています。調べてみてください。よろしくお願いいたします。はい、はい。なんかさ、俺の知らないところでさ、こういうの出演しててさ、ね、俺ひたすら音楽作ってる間にそんなことしてるんですよ。いやいやいや、音楽作りもね大切じゃないですか。悔しい。じゃん、はい、お、これなんだかわかります？なんでしょう。実はですね、あのこの間 M3 にですね参加してまいりました。うん、ね、そちらで実は新婦っていうのはちょっとあれなんですけど、あのまあ新婦ですね。うん、あの昔、いやーやめて、わかんなくなっちゃう、めっちゃ動いてる。まあ、そちらですね、どう映ってんだろう。あの僕が今まで作りました、うん、あのドラマ CDパイレーツオブヘイズミストシリーズと、うん、マリオネットクレイドルのシリーズ、うん、その2作品の全ての劇版が収録された3枚組の CD になっております、うん、作品、はい、2000円で頒布したらですね、うん、ありがたいこと、裏だよ、え、裏だよ、裏だよ、もうこれだ。いや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 、もうあの音楽どれぐらい入ってるかも知らない。あ、そうだね、かなり入ってるよっていうのね。あ、もう、ほら、あ、中身見えちゃったよ。はい、ね、これね、うん、はい、あのこちらですね、うん、あ、ありがとうございます。ね、何曲ぐらい入ってるのだ。40曲ぐらい入ってるのか。そんな入ってないかな。そんな入ってない。あ、でも入ってるかも。入ってる。ディスク1が28で、うん、ディスク2が15で、ディスク3が15。あ、40曲優に超えてました。だね、うん、余裕でね、もう50近いわ。近いっす。近いっす。かしこまり。あの全部聞くと2時間以上の大ボリュームな、うん、劇版っていうかサントラになっております。そうだね、これありがたいことにほぼ全部完売しました。ほぼ全部完売しましたって日本語化して、うん、そうだね、ほぼ全部売れてですね、売れますね、はい、まあ実質でも完売か。そうだね、はい、うんうん、そうです、なくなりました、うん、今こちらぐらいしかありません。はい、はい、なんですごい嬉しかったです。あのもちろん声の出演でね、あのやってるもの、うん、ドラマ CD が売れるのももちろん嬉しいし、うん、作ったものだし、うん、嬉しいんですが、うん、こうして音楽のところにまで注目していただけるのが本当に嬉しくて、しかも初めましての方とかいらっしゃったんですよ。うん、うん、だからあのドラマ CD を実際お聴きいただいてるかちょっと定かではないんで申し訳ないんですけども、あのご興味を持っていただいて買っていただいたんですよ。うん、うん、2000円という決して安くないお値段なので、うん、うん、だからね、あの買ってもらうたんびに鳥肌立っちゃってね、嬉しすぎて、うん、うん、そんなに出ちゃうのか、うん、いや、うん、でもね、やっぱりさ、あの音楽だけ聴きたい人ってのも絶対いるからね、うん、やっぱこう演劇というかさ、うん、お芝居を見る聞くのにまだ慣れてない人とかはやっぱ敷居がちょっと高いから、そういう意味ではね、うん、すごくいい作品だと思うんだよね。大量に聴けるから基本、うん、再販しないんですけど、うん、いや大事なところで噛んだ。まあそういうキャラでございましてね、そういう普通にやってるんですけどこうなっちゃうんですよ。そう、初めて見た方、脳と口がリンクしてないんです、ね、あんま多分さん、こんな感じですよ、うん、ね、あのまあ再販予定ないんですが、はい、あまりにもご希望があればもしかしたらまたね、うん、何枚かお作りすると思いますんで、 ね、うん、その時ぜひ冬コミでも、うん、あー、わかんない、冬コミはないかもしれませんが、うん、はい、よろしくお願いします、はい、でね、よろしくお願いします。あの、まあ、僕のもそうですけど、うん、M3 に関わって、今回ですね、うん、その M3 で新譜でね、あの一つドラマ CD が出たんだよね、うんうんうん、あの僕らが普段お世話になっているチップチューンアーティストのハイデンさんという方がですね、はい、あのなんかなんて言うんだろうな、ミュージカルじゃないけどチップチューンの曲とあとドラマパートを混ぜ込んだちょっと特殊なドラマ CD を作ってまして、うん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 、チップチューンって何？チップチューンっていうのはあのファミコン音源だね、うん、ピコピコいう、うん、なるほど、ああいう感じの、はい、うん、まあなんかそのそういう感じのっていうと多分、うんうん、本当のチップチューナーさんが怒られそうですけど、いやまあまあ、うん、ざっくり言うとそういう感じです。ファミコン、古き良き懐かしいファミコン音源の、うん、あのなんて言うんだろう、 BGM と言いますか、うん、そういう感じです、うんうんうん、ね、ああいう音楽好きな人絶対いっぱいいるからね。声が聞こえるそう、ね、やっぱ一定以上の需要があって、うん、まあハイデンさんのブースも大盛況だったらしいんですが、うんうんうん、でそちらのドラマ CD、うん、ザ・パンプキンヘッド、うん、3、もう一回言っとこうか、ザ・パンプキンヘッド3 、ね、こちらにですね、僕と大輔くん2人、はい、
はい、ありがたいことにお声掛けいただいて声の出演してまいりました、はい、してまいりました、ありがとうございます。声優やってます、うん、僕はですね、まあ正直な話、最初からお世話になってるんで、パンプキンヘッド最初シリーズ全部通して、うん、かぼちゃ頭のジャックという役をやっておりまして、うんね、今回大介くん初めてなんだけど、初めてだったね、ね、何の役やったんだっけ、あ、僕はね、うん、マギーナ男爵っていう名前の、と機械仕掛けの、うん、なんかロボットみたいな、まあ、男爵のキャラがいるんですよ、ちょっとわちゃわちゃしたね、うん、は結構なんかテンション高いやつが、うん、それ僕やりました。変わってるよね、あのキャラクターも ね、うん、ね、言葉遣いとか本当ね、うん、一人称がごちゃごちゃ変わるから、 そう、それはそれでちょっと楽しかった。いや、なんかね、本当に聞いてください、これ、ね、聞いていただかないとお伝えするのが難しいんですよ、うん、そうだね、冬コミもハイデンさん参加されるのかな、うん、だから、うん、もしかしたらブースにパンプキンヘッドシリーズ置かれているかもしれませんし、うん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 、僕の方でも半分協力させていただきますので、うん、僕のブース来ていただければ、うん、そのパンプキンヘッドシリーズあります、うん、なのでぜひ聞いてください、うん、30分ぐらいのドラマ CD なんですが、うん、本当に OVA なのかなって思うようなクオリティになってまして、うん、でハイデンさんのすごいのはね、うん、1作目から2作目、2作目から3作目でどん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 クオリティが半端なく上がっていくの。そうだよね、パンプキンヘッドシリーズって、うん、1は確かドラマパートないんだっけ、は前工場とエンディングであった。あー、なるほどね、うん、前工場でセリフが入って、曲が行って、終わりだけみたいな、終わりだけ僕喋って、はい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 、2作目からドラマ CD、うん、まあ、今回のような、うん、形式になってって、今回ちゃんと、うん、台本までいただいて、うんうんうん、すごい内容ですよ、うん、久々にこのクオリティの台本いただいたと思って、うんうんうん、じゃあそしたら、うん、聞くとしたら、うん、なんか中途半端にその今回の3から聞くよりも、うん、1、2、3って順を追って聞いてった方がいいのかな。いや、まあそうね、でもそれだけ聞いても楽しめます、うんうんうん、そうか、なので、まあこれからも告知とかツイッターでいろいろやっていきますので、はいはい、そちらもチェックしていただいて、はい、冬コミにはぜひ、土年末で大変な時期、帰省とかね、かぶってくるから、うん、その関係で大変かもしれませんが、はい、お待ちしておりますので、お待ちしております。暖かい格好で、あ、でも暖かすぎない格好で、うんうんうん、会場の中は暑くなるんで、そうだね、うん、人がすごい量だからね、冬コミね、コミックマーケットはね、うん、すごいからね、ヤクタさん、冬コミのお知らせをしていただいたところで申し訳ないんですけど、はい、M3 の話からで、はい、M3 の話をしてもいいですかね、スタッフです、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さっきチラチラ喋ってたでしょ。番組取り返しましたね、よかったよかった。ありがとうございます。ね、もう腹立つ。本当びっくり。びっくりじゃないよ。何喋ってるか分かんない。スタッフさん。スタッフさんもしっかりして。あなたが。すいません。もう仕掛け人なんですから。あなた仕掛け人なんですから。そうだよ。そうでしたね。そうでしたね。一言も。あ、でも本当に私はユキスケの皆さんが大好きなので。ありがとうございます。戻ってきて嬉しいです。ありがとうございます。戻ってきました。ありがとうございます。ちょっとお知らせなんですけど。はい。冬コミ超えて、春の M3 あるじゃないですか。はいはい、春と秋って M3 があるんですよね。いつもね。だんだんだん。ちょっと待って、今ちょっとこれだけで放送事故になっちゃう。スタッフ登場で放送事故はやめていただきたいです。はい、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけど、はい、M3 春2019ですね、はい、うちの YM チャンネルでもですね、はい、スペースを取ろうと思ってるんですよ、はい、で、なんか取りたいなって思って、で、撮るにはどうしようかなって思って、はい、そしたらほらね、M3 って音楽の祭典ですから、はい、音楽の何かコンテンツ出さないとなって思って、はい、どうしようかなって思ったんですよね、はい、すごい悩んだんですよ、はい、たまに入るこの豚鼻何なんだろう、ね、もう笑っちゃってるんだよ、ね、スタッフもすごく悩んだんですよ。は、はい、すごい泣いたりして、はい、泣いたりしたことは悩んだんですね、はい、悩んじゃってね、朝まで泣いて泣いて、そばで泣いて、それで、はい、すごい朝まで泣いてる姿もすごい見てくれてる人とかいて、
私の悩みとかすごい知ってくれてる人いるんですよ、はい、その人にも今今日来ていただいていて泣いてるの見てないよ泣いてなかったですごめんなさい、うん、全然関係ないんですけど、はい、春のエブスリーゆきすけのお二人2人でデュエット曲を出します。おまたまたデュエット曲はいもう決めました。もうあのはい作曲の人にももうお願いしてあります。もう全部進めてありますので、あのなのでなんかどっかでレコーディングするぞとか歌練習しとけよボケがとか言うかもしれないので準備だけしといてもらえればいいと思います。なのでデュエット曲あねほらうんそうそうだからじゃあねー。あーもう入りづらい。えちょっと待って、ゲリラ的なんだよな。そうゲリラ的なんですけど、えっていうかマジでよ、え聞いてた。いやあの前回も同じノリだったの覚えてる。そう覚えてる。聞いてないって言ったよ。あのえあおっていうかあのデュエット曲出るみたいです。見たいですね。これはでかいですね。でかいですね。えでも音楽もできてるってことかな。どうなんだろう。今絶賛制作中です。でもなんか大体できてるって言ってました。おお、なるほどね。僕らの知らないその水面下でそんな企画がまた動いてだね。ちょっと待って、ゆきすけ、え、うん、俺らで歌うってことですよね多分ね、うん、そうです。おー熱いぜこれ。どんな曲。2つの意味だ。2つの意味。熱すぎる。そういう意味で、浴衣熱いんだ。そっか、もうあの11月ですけどね、ほんと熱いんですよ今、うん、なんて書いてあるんだ、ね、なんて書いてあるんだ。タイトルは、タイトル、タイトルは私は決めてありますけれども、まあ、その辺もちょっといろいろ相談して決めます、うん、まあ、あそうだよ ね、曲も全然僕らなんて、ね、ってか今回初めて、うん、知ったから聞いてないからえどんな感じの曲なの。和風な感じ。いやいやでもどうなんだろう、和風にしちゃうとリュウグウさんとかで歌えちゃうような感じ。あでもそうか、なんとかはなんとかでみたいな。待って待って、演歌的になっちゃう。そう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 。ゆきすけ、はい、はい、あでもかっこいい感じになると思います。かっこいい感じ。私がかっこいい曲が好きなので、うん、かっこいい曲。どういうかっこいい曲が好きなんですか、スタッフさん。そうですね、でもそれは私のプライベートな部分なのでちょっと差し控えさせていただきます そこ差し控えるところじゃないでしょ。もう何一つ情報が入ってこないじゃん。またじゃあファイトソングみたいになるのかな。わかんない。どうなんだろうね。俺もてっきりゆきすけの2人でデュエットって言ったから、うん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 、あの津軽海峡的なさ感じのお二人で歌ってみたいな感じになるのかなと思ったんですけど。ちょっと待ってよ。ん？なんか出てきた。何見えないんです。タイトルはマットレス。マットレスはサットレス。どういう意味。マットレス。マットレス。ちょっとやめてください、そういうことするな。マットレスはサットレス。つけませんよ。マットレスの意味がなんで急にっていうふうに思った方に、トラウマだから俺何これ何回も番組ごとに説明しなきゃダメ、簡単にしよう簡単にしよう、詳しくはイベントの動画を見てね、うん、30歳の動画をまず見てもらえれば分かると思います、はい、8月19日に行われた高円寺アットリュウグウさんでやったゲームの中の一部でですね、マットレスに関するね事件が起こったんですよ、うん、そうですね、大介くんがね彼、ちょっと待って彼です、彼彼がやったんです、いろいろ。あと二人ともゲームをやって以来結構なんていうか二人でいがみ合うじゃないんですけど、とっても仲いいんですけど、でもなんか二人で、罪のなすりつけというか自分たちの力のなさをお互いになんかこうねうまいことやってくださいよ、ほんと本当だね。ごめんなさい、まあ、ね、本当なんですよ。お互い成長して頑張っていきましょう、今度は何書いたんだ。今度はなんだ部屋のワイワイワイシャツ、え、なんて書いてあるの。部屋のワイシャツと部屋のワイシャツとマットレス。部屋のワイシャツ、おかしなことだ、ね、マットレスは本当に僕のトラウマになりましたので、いまいち拾いづらかったです。もう誰なんだよこのスタッフ、スタッフじゃないけど、なんかちょっと静馬さん、ほんとに名前出ちゃった。ちょっと待って、静馬さん、静馬さんですね。
静馬です声も戻りました今日ですね、実はこの雪助の収録の時にですね、ちょうど静馬さんが別件で収録にいらしててですね、それもう内容言っちゃっていいのかな、いいんじゃない、野菜犬撮ってました野菜犬撮ってました野菜犬撮ってましたこだましました、はい、で、ついでに見ていきました、見に来ました、ありがとうございます、楽しかったよなんでちょっと外国人っぽくなったんですか、ボブみたいな、トゥレスじゃないんですよ、まあ、そういうわけなんで、まあ、静馬さんが今ここに来てくださってるのは、まあ、たまたま本当に偶然なんですけど、そうですね、偶然と偶然なんですけど、うん、でも本当だよ、本当だよね、うん、取って帰ろうと思ったら、やってくから出ていけばいいじゃないかって言われて出ていけばいいじゃないかって言われたから出たよやればいいじゃんみたいなノリを大切にしているユキスケという番組を今後とも皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますとりあえず、春の M3 覚悟しとけよ覚悟しとけよでは、そんなこんなで、今日はゆきすけこれぐらいにしておきます、まあ、最後にまた爆弾的な告知がありましたが、それに向けても頑張りますし、春の M3、デュエット出るということなんで、収録頑張ります、はい、頑張れ皆さん、お楽しみに、お楽しみに、M3 か、4月か、近いね、今11月だもんね、そう、もうあと5ヶ月後には歌が取れてます、ね、収録じゃあそしたら 1,2 ヶ月以内にはやるんだね、うん、いや頑張ろう、怖いね、頑張ろう、頑張ろう、いいものを作ろう、そう、そんなわけでそんなわけでってどんなわけで、お便りの宛先でーす、GMR いくよ、OK GMR @YUM-innovation.東京、はい、こちらの宛先にですね、タイトルにゆきすけって入れていただいて、お便りをね送っていただけましたら番組内で読ませていただきますので、ぜひぜひお便りを送ってください、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、お便りはね番組の最中にパカッと開いて初見で読みますので、はい、ね、じゃあね、初見だから噛むよね、しょうがないよね、噛むとかっていうよりも爆弾的な質問とか全然 OK なんで、そうだね、そう、結構ね、いろんなことをね、質問していただけると、ね、それに対してお答えもできるという時間を作れますので、本当に反応を楽しみます、ね、じゃあ送ります、静馬さんが、静馬さんがね、多分きっとお名前を書いてねずるーくやってくださると思うんですけどもなんて名前でくるかな、そうだね、ちょっと気になるけど、まあ、まあ、そんなこんなでございます、終わりの時間でございます、終わりの時間でございます、せんべい1個残った、食べないと増えないからを食べる、そうだ、うん、食べて食べて、じゃあこっちもらったし全部、あ、うまっ、これ最後のやつ一番美味しい、あ、そっか、それ確か2枚しかなくて、あ、多分まだ食べてないんでね、ちょっと醤油っぽい味で完食です、完食です、あ、番組閉めましょう、そうだね、はい、まあそんなわけでね、今回なんか前半割とねちょっとイベントの話になっちゃったけど、とにかく僕たちはいろいろと頑張っておりますので、今後ともぜひぜひ追ってやってください、応援してください、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、それでは、はい、ゆきたまさしとおうすけのゆきすけでした、バイバーイ、この感じ久しぶりだ、ね、頑張っていこう、頑張っていこう。